阿能川は、三重県津市を流れ、伊勢湾に注ぐ河川。二級水系の本流である。平成の大合併以前の津市内では、東洋川とも呼ばれる。三重県津市芸能町河内の釈城が竹付近に発し、津市阿能町、津市の中心部を流れ、伊勢湾にへ注ぐ。津城は、阿能川と岩田川を、外堀のように利用していた。支流として穴倉川、三野屋川がある。 中流域において分かれる美の屋側は、周辺地域の灌漑用に利用されているが、下流にて再び、あの川に合流している。勢い非後林域境によると、河川名の、あのとは、あの、のに由来するという。あの川の流域は、伊勢平野の農村地帯で、伊勢神宮の所領であったところが多く、神宮に米を収めた名残が、加納町や那須町長といった地名に残る。 勢い非後臨意境によると、ウリーンでは、ミノヨル川、萩野ノでは、ハイノ川、アノでは、アノ川、または、県川と古代には地域によって様々な名で呼ばれていた。アノー川のデルタ地帯に作られた津の町は、洪水被害をたびたび受けていた。江戸初期に津藩の藩主となった東道高虎は、津の城下町を守るためアノー川の築堤工事を進めるとともに、 川口から約4キロメートル上流の右岸川を腰支流亭として意図的に低くし、洪水が出た時には、あの川の水が三四川を経由して岩田川へと流れるようにした。これは、さらに古い時代のあの川がこの地点で分布して、現在の岩田川に流れていたことを踏まえているとも言われる。この治水計画は現代にも受け継がれている。あのおダムこの他に、 近畿日本鉄道と JR 東海の鉄橋が架けられている。東予橋の下流には伊勢電気鉄道に寄りかけられた鉄橋の橋脚が長い間放置されていたが撤去された。ありがとうございます。